いこさんこんにちは。今いこさんの動画を再生したらチャンネル登録1000人ぴったりになってましたよ。だからね、多少ね上下するんですよね。ですんで1000人ちょうどになった時に急に、収益化が始まるというよりも1000、20、30人ぐらいで、やっと乗っていくって感じですかね。でも最初はそんなに報酬高くないんで、あまり期待しない方がいいかなと思います。で、私が常々言ってるように、投資、FX、暗号通貨、このあたりで動画で喋るとね、広告がいいのがつくんですよ。単価が高いですから、ぜひ試してみてください、これもですね、チャンネル登録が1000人超えて収益化すればこその情報ですからね。1000人いってないと、いくらね動画で投資のこと言ってもあんまり効果がないんでね、やっぱ報酬にならないですから、いろいろとヒントになるかなと思います。そして今回ね、リピさんすごいでしょ、よかったでしょ。実はリピさんはその速稼塾の塾生さんで、私の動画を見てね、カルダノエダのことを興味持ってくれたんですけども、それからすごくね勉強されたんでしょうね。若い方だと思いますけども、ここまでねステーキングプール運営したりとか、今回イコさんのトラブル解決とかね、他の方のトラブルも解決してるんですよ。でほら、ダイダレスウォレットに入れた ADA があんまりにも、もう何年も前でもういいやって忘れちゃった方とか、どうせ買った金額ちょっとだしとかね、中にはですね10円ぐらいで買ってガーンと落ちて2円になったからふてくされてもういいやってなっちゃった人もいるんですよ。でも今すごいでしょ、150円前後でこれから1000円とか2000円いきますからね。1万7000円がマックスで上がっていく金額なんですよ、今のところ。それはね、開発者のチャールズ・ホスキンソンさんが言われてるんですよ。2000円から1万7000円の間にこう目指していくっていうね、すごいでしょ。だからね、いっこさん今持ってるやつでも、もうワクワクですよ。ただそれに依存せずにね、期待はしても依存せずですよ。それがなくなってもいいように暮らしっていうのを作っていかないといけないんですけども、ただステーキング報酬って5日ごとに入りますからね。ですぐ入るわけじゃないですか。でそれをほっといたら、またどんどん組み込まれて、どんどん増えていくペースが増えるわけですよね。いや本当に良かったですよね。で皆さんのおかげですよ。いくこさんが信頼してくださってね、今日のメール開けてくださって、で今日の動画見てくださって、積極的に、自分で動いてね、リピさんとコンタクト取った、そういうことの賜物だと思いますよね。だから私もね、本当にね、いい情報ばっかりをお伝えしたいなと思ってるんですけども、中にはこけるものもあるんですよね。ですんで、何がいいか何が悪いかっていうのは本当一人一人判断しなくちゃいけないところだし、それからいろんなことって状況に合わせて変わっていきますから、例えばね ADA にしても何にしてもそうですけども、順調な時もあれば何かの拍子に天変地異が起きてそうならなくなる時もあるんですよね。ですんで基本的にはね、どんな時でもどこからでも稼げるような自分になっておくとか、どんな時でもトラブルに対処できる自分になっておくっていうことなんでしょうね。そのために私も毎日いろんなことね学ばせていただきながら、頭をぶつけながら、そして人のご縁を大切にしながらって感じですかね。今回ね、いこさんからご連絡いただけて本当に嬉しいなと思ってます。こちらこそ本当いつもありがとうございます。でこれからね、いこさんの YouTuber 生活が始まりますんで、こちらの方もねしっかりと応援していきたいと思いますんで、ぜひね私の方で拡散を希望ということでしたら、そういう動画の URL を送っていただければ、私の方からね紹介しますんで、少しは効果があると思いますよ。それでは本日もありがとうございました。これからもよろしくお願いします。おめでとうエダー。